映画名付けようのない踊り音声ガイド制作への挑戦。夕方、断崖になった岬の下に高さ数メートルの茶色い岩がいくつもある。間に田中民が立っている。ポルトガル、サンタクルス。雲の切れ間から覗く太陽。着流しの民、ふわりと差し伸べた右手がほんの少しずつ上がっていく。バリアフリー上映。視覚障害者向けの音声ガイドの録音が行われている。視線を上に向け、手をさらに上げていく。映画名付けようのない踊り、脚本監督犬堂一心。ナレーターとして犬堂監督が選んだのは、風の谷のナウシカのナウシカ役、声優ナレーター島本澄。お先にアンモナイトの化石がはめ込まれているアニメーション。視覚障害者の方々にも田中泯の踊りを体感してもらいたい。田中泯の踊りを言葉で表現しようとする挑戦。続けてください。実はそのいろんな映画たくさんそうやって音声ガイドされてるってことを初めて知りまして、あ、それはすごいなと思う。それに参加させていただけることにまず嬉しいな。バリアフリー上映とは、見えない見えにくい方、聞こえない聞こえにくい方がいつでもどこでも映画が楽しめるよう、音声ガイドや字幕ガイド付きで鑑賞できる上映です。そんな、この映像では映画名付けようのない踊り視覚障害者向けの制作の模様をお届けします。今日は映画名付けようのない踊りの音声ガイドモニター検討会でございます。モニター検討会。ナレーション原稿を映像とともに細かくチェック。実際に視覚障害者の方々にも聞いてもらう。ディスクライバー音声ガイドの執筆者堀内里美。体全体でリズムを取り、手足を小刻みに動かす。パラブラ株式会社制作のもと、視覚障害者の方々の意見も聞いていく。少年がバラバラになって、それがいくつかの顔になった。あ、バラバラの破片が、はい、破片が、だからまあちょっと分解になって分身が現れてみたいなことが、犬堂監督も監修に参加し、言葉選びや間など細かいところまで検討していく。ダンスをどうやってこう、まあ、伝えていくか、視覚障害者の方今難しいと思ったんですけど、でも それでやめてしまわないで、まあ、広くこう見てもらうためにちゃんとアプローチするっていうことをした方がいいんじゃないのかなっていうふうに思ったってことですかね。ぼんやりとくナレーション収録。アニメーション。エッフェル塔の見える窓辺にロジェ・カイヨワ。口元にフランス語の吹き出しが出る。永遠に名付けようのない踊りを続けてください。ありがとうございます。完成試写会。踊り終えた僕に彼は言った。試写後の視覚障害者の声。音声ガイドモニター。ミュージシャン加藤秀幸さん。音声ガイドの付け方っていうのが賛否両論あるんですが、まあ、感情付けすぎてしまうとちょっともう演出の一部になってしまうから、また多分押し付けになってしまいますけど、それでもなく、どっちでもなく、自然に映画の流れに乗って喋ってらしたんでいいなと思いました。で、神秘的なところは本当に何だろう、入り込んでいけるように誘われるように話されてるし、スピーディーに動いているところとかっていうのはちょっと力強く読まれてたりとかしたんで、そういうところはやっぱりこの映画に入り込んでいくのにはいいなとは感じました。音声ガイドモニター木台恵美子さん。
落ち着いたお声で本当に突出しないで映画の世界をバックで支えてくださってる感じで、とってもその音声ガイドが ないようになっていうか自然に聞くことができました。とても聞きやすかったです。ナレーター島本澄のインタビュー。どういうふうに私がこの映画に携わっていけばいいのかしらと思った時に、やっぱりその地球的な宇宙で、宇宙っていうかその地球全てを表現してらっしゃるように見えたので、地球上にあるもので私が存在できるのとしたら風であるのがいいかしらなって思って、ちょっと風のようにその音声ガイドを聞いてらっしゃる方の耳元にそよげばいいのかななんていうことをイメージの中で勝手に思って臨みました。犬堂監督のインタビュー。ものすごくクールに読んでるんだけど、ここはほんの少しだけ感情が動いてた方がいいっていう、その程よいニュアンスっていうんですかね、それをちゃんとこう微妙に配分していて、それがすごいやっぱりこうさらにこうより立体的に内容を伝えることに何か寄与してるなっていうのを思いましたね。視覚障害者の方へ完成した映画をご覧になってのご感想は。本当にミンさんっていう方が、どんな思いでダンスとかって されてるのかなっていうのは、まあ分かったなんて言っちゃうとあれですけど、いろんな場所で、いろんなことを考えながら、ダンスされてるんだなっていうことは感じました。すごくいいものが出来上がって、本当に映画の世界に没入することができました。ダンス確かに見えないんですけれども、どっちかっていうと田中泯さん の生き様みたいな、そういう人生ドラマみたいな側面で私鑑賞していたと思うので、見えない人とかにも、でなんかダンスかちょっと見えなきゃねみたいに思った方でもぜひ見ていただきたいなって思いました。特に印象に残ったシーンをお聞かせください。オイルプールのところでゆっくり動いているところと、立ち上がっててからオイルが滴り落ちるってゆっくり喋ってらっしゃったことがいいなと思う。の音のない部分っていうのって全く音声ガイドがないと結局わからないじゃないですか。だけれども島本さんが自然になんとなくじゃないんですけど、すごく心地よい感じでガイドしてくださってるんで、その風景が目に浮かぶようで、上空から見た一本の巨大な桜、淡いピンクの花が咲いている。そばに黒ずくめの田中泯、簡素な石の祠の脇で右腕を横に伸ばし、わずかに体をひねっている。背筋を伸ばす。杉林に囲まれたしだれ桜の老木、高さ約10メートル、岩のような太い幹、張り出した枝を何本もの支柱が支えている。福島県滝根町弁天桜。民が向き合って佇む。自分が映画作っててダビングってやるんですけど、音つけるのね、映画に。その時ってね、絶対絵見てんですよね。ダビングの時も一回ね、見ないでね、音だけでね、集中してねやるっていうことをやった方がいいなと思いましたね。どうしても絵のタイミングとかその絵の動きとかね、そういうことにとらわれながら音がどうついてるかって考えちゃうんですけど、音だけでどうなってるのかっていうふうに一回はね、ちゃんとねチェックした方がいいなっていうのがすごいね思いましたね。それで今度余分なところがどこなのかとか、やりすぎがどこなのかって考えるみたいにしてもいいんじゃないのかなと思いました。音声ガイドはその目のご不自由な方、視覚障害を持ってらっしゃる方のためのものではあるんですが、二度三度ともし見てくださるならば、一度は音声ガイド、私の音声ガイドを聞きながら見ていただけたら嬉しいかなと思います。ぜひ足をお運びください。